ホームルームが終わったから、やっと学級委員会に行けるぞ。今日は何の話をするんだろう。そろそろ文化祭とかの話かな。考えるだけでドキドキワクワクしちゃうな。Mちゃん、今日なんだかすっごくご機嫌だね。うん、だって今日は学級委員会の日。どうしてわかったの？まあ見てればなんとなくわかるよ。前の学級委員会の時も朝からそわそわしてたし。でも学級委員って楽しいの？クラスをまとめたり行事の計画立てたり、大変なイメージの方が強いけど。え？大変だなーって思うことはあるけど、でもそんなの忘れちゃうくらいすっごく楽しいよ。みんなにニコニコしてもらうにはどうすればいいのかなって委員会のみんなで考えるんだけど、それがうまくいってみんながキラキラ笑顔になってくれると私も嬉しくなっちゃうんだ。そっか、大鳥さんらしいね。それなら今日も目いっぱい頑張らないとだね。応援してるよ、Mちゃん。うん、ありがとう。それじゃ行ってきます。行ってらっしゃい。今日の集合場所はあそこの教室だよね。あ、朝日奈先輩だ。こんにちは。大鳥さん、こんにちは。今日も笑ってるのに笑ってないよ。どうしたの？いえ、何でもありません。今日も頑張りましょうね。うん、それじゃあ教室に入ろうか。朝日奈先輩、なんだか最近元気なさそうだな。学級委員になってから会うことが増えたけど、しょんぼりしてる感じがするし。大鳥さん、学級委員会始まっちゃうよ。お、はい、今行きます。わわわ、いろいろ考えすぎてぼーっとしちゃった。今から学級委員会なんだから、そっちのお仕事に集中しなくっちゃ。よーし、今日もみんながワクワクワンダホイになれるように、頑張るぞー。